超細かく分解して解説、オープンスタンス。はい、自己肯定感を上げるテニスコーチ加藤です。あ、チャンネル登録、いいねボタンよろしくお願いします。本日ですね、オープンスタンスですね。オープンスタンスどうしてもやりたいんだけども、なかなかできないとですね、いったご要望にお答えしてですね、誰でもできる簡単オープンスタンス入門といってお伝えしていきたいと思います。よろしくお願いします。そもそもオープンスタンス使っていく意味っていうのはですね、まあ、結構いろいろあるんですけども、例えばこうボール打った時にボールがこうね伸びてきて差しねこう詰まったりする時もそうですし、スピンで跳ねてきた場合もそうです。でその時にしっかりとオープンスタンスでこう打てていけるとですね、はい、次の構えも速くなりますし、次の対応も速くなります。こう差し込まれたボールに対しても、ね、臨機応変に対応できますし、しっかりと肩が入ればコースの打ち分けもできます。まあ、いろんなメリットがあるので、ぜひですねやっていただきたい技術です。でこのストロークの技術があるとですね、プレーの幅も広がっていきますので、ぜひともですね、できない方もトライしてみてください。はい、では行ってみましょう。まず足の動きですね。足の動かし方を意識していきましょう。私左利きなんで左足でいきますけども、皆さん右利きの方は右足でね、挑戦してみてください。まずこの線があります。線があるのに対して、まあ、線の上に構えてて、この足をつま先を外に向けます。まあ、ここがベースになってきます。つま先が前に向いた状態だと、まあね、体を十分にですね、はい、ターンできずにですね、ボールをこうガシャってしまったりです、ね、体をこう開くのが早くなってしまってミスの原因になりますので、つま先はできるだけ横、こちらですね、意識するようにしていきましょう。まあ、この感じですね。でこのどういうふうにこう出すかというとですね、単にこう足をポンって、ね、ボール来た方の足を出してしまうと体重乗り切らないことが、多く見受けられます。なのでできれば、はい、私左利きなので右足、右利きの方は左足ですね、ボールを来てないね、利き手側の足ですね、その足をちょっとこうこっちに乗せて蹴り出す。イメージ的にはここのこうポンってポンってちょっとこれを何回か繰り返して、このイメージでちょっとスッと足を出してあげるとしっかり体重を乗せやすくなります。なので初めね、慣れなくてこうポンって、ね、出すだけ出しちゃうと体重こっちに残ったままになっちゃって、綺麗にラケットスイングできなくなりますから、そうすると少しこう、ね、こうやって移動するようなイメージ、このイメージでスッと、ね、体重をこう乗せる意識持っていきましょう。足をこう蹴り出すことができたら、今度は上半身の意識をしていきますね。で上半身意識するんですけども、ラケットこう小さく引いてしまうとですね、十分にこう振り出すことができなくなってしまいますので、できるだけインパクトありますよね。このインパクトに対してラケットを後ろ、あっちに打っていくとしたら、このくらいラケットをこうしっかりと引くイメージを持ってください。そうすると体が十分ひねることができますので、しっかりラケットを振り出すことができます。小さくラケットを引いてしまうと、打ち出す時にはですね、もう体が回ってしまってボールきれいに打っていけませんので、必ず蹴り出したらラケットを後ろ、もうこのくらいのイメージでしっかりとねセットしてください。でそのままこう振り出していきます。ここまでできたら、今度はラケットをこう振り出す動作になってきます。で、やっぱ慣れない方は、振り出すときに、ここまでセットしたんですけども、ラケットを体の内側を通そうとどうしてもしてしまいます。そういうとどういうことが起きてしまうかというと、セットしたラケットがそのまま直線的に入ってきますので、体のですね、こうひねったターンね、上半身のボディーローテーションをうまく伝えられなくなってしまいますので、はい、できればセットしたら振り出すときですね、振り出すときは肘を少し外に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 出すイメージで持っていっていただくと、はい、ラケットが遅れて出てきて大きくですね、ボールをですね、厚い当たりを大きくラケットがですね出てくることで、ラケット厚い当たりですね、ボール飛ばすことができます。ですのでセットしてラケットをね引いたら、打ち出すときは近くを通すんじゃなくて、常に肘を体の遠くに遠くに出してあげるって意識を、していきましょう。はい、でもう一つなんですけども、肘を出せと言われてもちょっといまいちイメージ湧かないなって方は、グリップエンド、このマークですね、セットして出てくるときにこのマークをできるだけ遠くに遠くに向けていこうとすると、腕がしっかりですね、体の肩甲骨がこうついてますからね、こう戻してきますから、肘がわからない方は少しグリップエンドを外に向けてスイングするようなイメージ意識して振り出してみてください。そして肘を遠くに出して
大きく振り出してきた時に意識していただきたいのはインパクトあります。インパクトで当たってこの後にしっかりと右の足に乗っかるっていうのが大事になってきます、はい、でどういう意識を持っていくかというと、これ少しですね、はい、練習していただきたいんですけども、セットしてこうやってここで曲げますかね。足を出してこういう動き、わかりますか。こうやっていけますか。こうやって、ね、この横のラインに乗っかったままポン、こうプラスを描く、こういうイメージです。こういう足の使い方をしていきます。それをつけたまましますから、かかとに乗ってかかとの力を少しこう使えていく。そうするとかかとに乗ることでそのまま足はずれずにボールをこうインパクトしていきます。下半身の力しっかり伝えることができます。で NG なのは乗っかります、当てます、当たったと同時か当たる直後に体を回そうと思ってつま先ごと動いちゃう。そうするとここの打点がこんな感じで動いてしまいますと、ボールですね、きれいに潰せなくなってしまいます。もう一個はセットして打ちます、乗っかりました、当たった時に体がこっちに移動してしまう、傾いちゃう、せっかく右で重心で作って軸を作ったのが打ち出す直前でずれてしまう。そうするとしっかりボールに、ね、力が伝わっていたはずなのにガチャンとフレームショットしたりですね、十分な力ですね伝えきれずに体がですね、バランスが崩れてしまいます。今のポイントが意識できてきたらですね、今度は構えた状態からラケットを引いてですね素振りをしていきます、はい、まずは外側の足を蹴り出す、この蹴り出す動作、この蹴り出す動作をコンパクトにして乗っかる。乗っかった時はラケットですね、ラケットの打ち出す面が外側に向く、外側に向いてそこから肘をですね体の外側に持っていく。で打ち出した時に右のかかとにしっかり体重を乗せたイメージでラケットを振っていく。この一連の動作を繰り返していく。そこからセットして1、2といった形、打った後は素振りをした後はこの足がちゃんと上がっているようにですね、打ってこのままこうやって、これで1回、はい、こうやって素振りを、まあ、2、3回ぐらい連続でこうやってバランス崩さずにできるようになってくる、ボールが打てるようになってきます。ではちょっとですね実際に打っていきましょうか。はいはい、分かりやすいようにラインの前に立ってですね実際に打っていきたいと思います。まず正しい例から、ボールが来た時に外側の足に乗ります、こういった形で足が上がるイメージですね。まずは軸を作る練習から、こういった形、足ついたままでもいいのでセットして外側に乗って、これが打った後はこっちが離れる感じです、ね、ここからしっかりとこういった形、もうこっちに乗り切ってますよね。このイメージでまずはしっかりとですねスイング、していきましょう。でダメな例がここからつま先、分かりますかね、つま先がかかとが回っちゃってつま先が打つ前に移動してしまう。打った後に振ってこう戻ってくる分にはいいんですけど、打ちながらこう入っちゃうと、きれいにボールが飛びません。あとはセットしてこういう状態、ね、こっちのラインよりこっちに、ね、体重乗ってればいいんですよ。こっち側に、反対側の足に移ってしまう、こうやって移ってしまう。そうしてしまうとボールに十分な力が伝えられることができませんので、できるだけですねしっかりと来た方の足に乗っかって、こういった形でしっかりですね、はい、セットしていってみてはいかがでしょうか。はい、といった形でですね超簡単に説明ですね、誰でもできるオープンスタンスの練習方法でした。よろしければチャンネル登録、いいねボタンお願いいたします。では今日はこれで終わります。どうもさようなら。